中国政府、東京オリンピックで激怒、写真が見にくい。在スリランカ中国大使館がツイッターにて、ロイターが配信した中国人選手の写真が、見にくいなどと暴言を吐いたことが確認されました。こちら、わざと見にくく見えるものを選び、スポーツよりも政治やイデオロギーを優先しているなどと批判がなされておりますが、この中国人選手、 重量上げの選手であり、重量上げという競技であれば、大抵このような構図で写真が捉えておりますので、今回の中国政府の暴言は、ロイター通信やカメラマンの方だけではなく、選手などに対しても侮辱的な表現になってしまっております。まあ、こういった重量上げの場合 カメラマンは、まあ、そのカメラマンのセンスにもよりますけれども、選手が全力で持ち上げている様子を伝えようといたしますし、写真というのは一瞬を切り取るものでございますが、カメラマンはそういった一瞬にその場の雰囲気など、様々な情報を含めようといたしますので、 今回の写真は、見にくいものではなくて、まあ、写真としては素晴らしい部類に入るものと思われますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも中国政府には、このような選手に対しても失礼な暴言をこれ以上、吐かないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました